西本さん、その最初に顔にタトゥー入れた時、はい、どのタトゥーですか、最初の顔面タトゥー。最初はこう横から攻めてって、まあ、あと鼻入れてっていう感じだったんで、なんか長嶋さん見なくなっちゃってて、あの青ひげ、青ひげ、はい、でそれが嫌で、もう全部一気に進めて入れて。それってなんで入れたいんですか、その顔面に。いや、なんかもう自分の哲学的にこう全部出てるところが入れたいっていう感じなんで、はあ、結構切って真面目な話だとこう切って働く人もいるじゃないですか、ここでカットして、それで自分は、はい、バレないようにってことですね。そうです、はい、それが嫌なんで、なんかまあ自分の人生なんで、まあ、入れちゃおうと思って入れました。もうないです。もうここどうなってますか。そこはギリギリまで攻めてて、これから入れようかなと思って、まだここは何も、はい、ギリギリまで攻めてるってどこのギリギリですか。もうあのパンツライン、ビキニのラインのギリギリまでなんで。入れれるんですか、あそこに。入れれますよ、紐で縛って入れるので。でも多分もう 年内というか、あの来年ぐらいにはギンギンじゃないと、やっぱ皮がパンと張ってないと。そうです、そうです、そうです、あの形変わっちゃうので。全然あの海外の方は歯茎とか入れてる方いらっしゃいますし。ちょっと痛すぎない、それ。痛すぎるよ。痛いでしょ絶対。多分痛いと思います。あと足の裏が残ってるんで、そこ攻めて、あと白目ですね。やるんですね。やりますよ、はい、アイボール。ちょっと別格やな、西本。白目は絶対やった方がいいです。白目は絶対やった方がいい、はい。顔にタトゥー入れたいって彼氏が言ったらどうする。いやー、ちょっと止めますね絶対に。多分西本さんまで行くっていうのはなかなかいないと思いますけど、堀大さんぐらいの、このフレームの外側だけ。いや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 、やっぱ将来のこととか考えちゃうじゃないですか、うん、彼氏ってなると、うん、これで自分の子供がどう思われるかとか考えたら、やっぱり止めちゃいますね。結婚は？あ、してます。子供は？はい、子供も11歳の息子がおります。おー、はい、子供生まれた時からもう履いてたんですか？もちろんです。ああ、息子さんがパパぐらい全身に入れたいって言ったらどうします？うん、とりあえずまず、タトゥーが OK な就職先をちゃんと見つけてきて、うん、その上でちゃんとお金を貯めて、お金が貯まったらじゃあやろうかって言いますね。タトゥー親ですね。何タトゥー親？聞いたことない、タトゥー親。いやいや、だからちゃんとそこに対しての考えはもうしっかり持ってるっていうことですもんね。さあ次のテーマに参りましょう。マイベストタトゥー、うん、お気に入りのタトゥーを聞いていきましょう。まずはサリナさん。背中ですね、うん、背中のタトゥーちょっと見せていただいていいですか。うお、 YouTube で見られるのはここまで。アベマならゼニータチを最初から最後まで存分にお楽しみいただけます。動画の続きはこのボタンをクリック。